三重水素、三重水素、またはトリジウム、記号 T は、質量数が3である水素の同位体、すなわち陽子1つと中性子2つから構成される各種であり、半減期12.32年で HE へと、β 崩壊する放射性同位体である。他の各種と同様に、水素3、水素、記号 H とも呼ばれるが、歴史的経緯から固有の名称が与えられている。 これはギリシャ語で3番目を意味するタウロータウ、トリトストリトスに由来する。自然界に最も多く存在する普通の水素は原子核が単独の陽子からなる軽水素 H であり、原子核が陽子一つと中性子一つからなる重水素 H も安定核のため豊富に存在するのに対し、見栄水素は不安定なため天然には微量しか存在しない。とはいえ、 半減期12.32年は、軽い元素の放射性同位体としては、比較的長いもので、天然においても、一定量が常に存在している。例えば体重 60kg 程度の人の場合、50ベクレル程度のトリチウムを体内に保有している。水素には、質量数が4から7の同位体もあるが、いずれも、半減期が10秒以下と極めて不安定で、実験室外には今しないため、 多くの場合には、見栄水素が事実上唯一の水素の放射性、同位体として扱われている。重水素 H と見栄水素 H とを合わせて、重水素ヘビーハイドロゲンと呼ばれることがある。見栄水素核は、見栄用紙とも呼ばれる。見栄水素は、その質量が軽水素の約3倍、二重水素の約1.5倍と差が大きいことから、 物理的性質も大きく異なる。一方、科学的性質は災害核電子の数、水素の場合は位置によって決まる要素が大きため、見重水素の科学的性質は、軽水素や重水素とほぼ同じであることが多い、同位体効果も参照。見重水素は、地球環境においては、酸素と結びついたトリチウム水、ととして、水に混在しており、水圏中に、基礎、 液槽、型槽の形態で広く拡散分布している。大気中においては、トリチウム水蒸気と、トリチウム水素、HT よび炭化トリチウム、CHT の3つの化学型で、それぞれ水蒸気、水素、炭化水素と混在している。なお、海水中の見え水素濃度は、通常、数ベクレル、L より少ない。見え水素は、宇宙船と大気との反応により、 地球全体で年間約 72PBQ、7.2、k ベクレルほど天然に生成される。加えて、過去の各実験により、環境中に大量に放出され未だに残っている、三重水素、ホルアウトトリチウム、原子力発電所、または、核燃料再処理施設などの原子炉関連施設から、大気圏や海洋へ、計画放出された三重水素、施設機元トリチウムが、 地球上で観測される、見え水素の主た起源である。高純度の液体トリチウムは、各融合反応の DTE 反応を起こす上で、必須の燃料であり、水素爆弾の原料の一つとしても利用される。体内では均等分布で、生物的半減期が短く、エネルギーも低い。こうしたことから、見え水素は最も毒性の少ない放射性各種の一つと考えられ、 生物影響の面からは従来比較的軽視されてきた。しかし一方で、見栄水素を大量に取り扱う製造の技術者が内部被曝による致死例が2例報告されている。三重水素の生物圏に与える影響については、環境放射能安全研究年次計画において研究課題して取り上げられたことなどもあり、長期の研究実績に基づいた報告書が公表されている。 見栄水素は弱い β 線を放射しながら β 崩壊を起こしヘリウム酸へと変わる β 放射体で半減期は12.32年である。電子は5.7ケブの平均運動エネルギーを持ち残りのエネルギーは半電子ニュートリノによって奪われる。見栄水素から発する低いエネルギーの β 線は人間の皮膚を貫通できず外部被曝の危険性がほとんどないため その酸化物であるトリチウム水は放射性や高塗料の材料などに用いられている。また、この低いエネルギーであるがゆえに、見栄水素の標識化合物は液体シンチレーション計測法でないと検知することができない。二重水素と見栄水素の核融合反応である、熱核反応、DT 反応は、二重水素同士の熱核反応、DD 反応に比べて、反応に必要な温度、 圧力条件が低い。そのため、1952年の核実験にて、エニウェトック干渉の一つの小島を消滅させた水爆の原理の中では、DD 反応を起こすための中間の起爆反応として用いられた。現在では、三重水素は ITER をはじめとする核融合実験炉においては、核燃料として研究されている。見栄水素、トリチウムは、 原子炉においては、炉内の重水の二重水素が中性子捕獲することで、トリチウム水の形で生成される。他には、ウラン235あるいはプルトニウム239が中性子と反応した時に起こる三体核分裂によっても生じる。また、制御棒に使用される頬素同位体 B が高速中性子を捕獲することでも生じる。生成量は、 原子炉ごとに異なるとされるが、1年間の運転で、加圧水型形水炉内には、約200兆ベクレル、沸騰水型形水炉では、約20兆ベクレルが蓄積する。しかしながら、トリチウム水は、化学的性質が水、頬、頬と、ほぼ同一であるため、化学的には、水とトリチウム水を分離することはできない。 ただし物理的な同位体効果を利用した分離技術は確立されており、トリチウム含有水の蒸留や電気分解、同位体交換法など、いくつか分離方法が存在する。しかし、それでも大量かつ極めて低濃度の水から、トリチウム水だけ分離してまとまった量を回収することは、コスト的に非常に困難である。トリチウム水からトリチウムを単理するのは上述の通り、 極めて難しいため、高い純度のトリチウムを得るにあたっては回収しやすい形で人工的に生成する必要がある。比較的よく知られたトリチウムの生成方法としては、原子炉内でリチウム Li に中性子を当て、中性子捕獲させ、トリチウムとヘリウム4に分裂させた上で得るという方法がある。しかし、リチウムはイオン化傾向が高く、 少量の水と接触するだけで激しく反応するなどの性質があり危険であるため反応性はなくすがリチウムのトリチウムにはなる性質は残す合金を作るとった研究が行われている東京工業大学でリチウムと鉛の合金が適しているといった研究結果が出されているまたこの合金だと鉛に当たった中性子は2倍に増えるため通常より 多くのトリチウムが生産されることも期待されている。ただし、この方法の場合、十分な量のトリチウムを生成するためには中性子が、その分相当量必要となり、やはりトリチウムの価格が、デューテリウム二重水素に比べて高くなる。宇宙船の中性子または陽子が、大気中の窒素、または酸素と核反応し、地表面積あたり毎秒0点に、 5センチメートルセック程度の割合で、見え水素が生成している。地球の表面積を 5.10m とすると、トリチウムの年間生成量は約 72pbq となる。放射性崩壊と天然生成量が平行にあるとき、その同位体比は地表に存在する水素原子の10に相当し、これを 1tu と定めている。1996年のエネルギー。 環境研究所 Institute for Energy and Environmental Research によるアメリカ合衆国エネルギー省に関する報告書によると米国の各兵器用トリチウムはサバンナバーサイトで製造され1955年の創業開始から1988年の施設閉鎖までに 225kg が生産され1996年時点で 約 75kg が残った。商用のトリチウムはカナダの CANDU 型原子炉の重水素原則剤中で生成するトリチウムを使用しているカナダオンタリオ州にある重水からトリチウムを除去する施設では年間2500トンまで重水処理でき約 2.5kg のトリチウムを分離してこれを販売している トリチウムは1ムあたり300万円2004年と高価なためこれに見合う用途に限られる原子力施設から出るトリチウムの自然環境中への放出は日本の国内外で広く行われておりイギリスでは1998年から2002年の期間毎年3ペ食べくれる程度のトリチウムが放出されているほかカナダ、アルゼンチン、フランス、スペイン アメリカ、ドイツ、日本でも放出されていた。この期間、トリチウム以外の放射性物質の放出ベクレル数はトリチウムの1%にも満たない水準である。これらは国際放射線防護委員会がトリチウムの染料係数が極めて低く人体に対する影響も極めて少ないと判断しているためであり、各国は染料係数をもとに放出できる量を法律で定め、 核原子力施設はこれに従って放出計画を立てている。大気圏内核実験が頻繁に行われていた時期には降水にも多量のトリチウムが含まれていたが1963年3月の 1680TU をピークに減少し2003年にはほとんど自然環境レベルの 5TU 程度にに戻っている。トリチウムは 米国内の65の原子炉のうち48箇所から漏れたことがある。一つのケースでは、リーク水は、リットルあたり7.5マイクロキュリー、280、KB 級のトリチウムを含み、飲料水の米国環境保護庁基準の375倍であった。米国核規制委員会は、2003年の通常、運転では、56機の加圧水型原子炉が4600キュリー、 1.50PBQ のトリチウム、最大2080値、最小0.1値、平均725値を放出し、24の沸騰水型原子炉が665キュリー、24.6TBQ、最大174値最小、0値平均27.7値である。米環境保護庁によれば、 都市の埋め立て地に不適切に配置された自称式出口標識が最近水路を汚染することも判明している。飲料水中のトリチウムの法的基準は国によって異なる。いくつかの数字は以下の通りとなっている。米国の基準は年間4.0ミリレムまたは SI 単位で40マイクロシーベルトの線量が得られるように計算されている。これは 自然の背景放射線約 3000mC ベルトの約1.3%である。日本においては発電用原子力施設で発生する液体上の放射性廃棄物については時間経過による放射能の減衰、大量の水による希釈といった方法で排水中の放射性物質の濃度を規制基準を超えないように低減させた上で排出することとなっている。 トリチウム水については、周辺間視区域外の水中の濃度が60ベクレルセンチメートルイコール60ベクレル L を超えはならないと定められている。高度情報科学技術研究機構元原子力データセンターによると、トリチウムには海産生物による濃縮効果がないと考えられている。そのため他の各種の100倍を超える量が海洋に放出されている。 2001年には、英国ブリストル海峡での二枚外やカレーの体内に、高濃度のトリチウムがあるとの論文が発表されている。海水の濾化が不十分であると、トリチウム水以外のトリチウムが加算され、生物濃縮が過小評価されうること等、トリチウム及び濃縮率の測定問題等が指摘されている。英国食品基準庁の指針に従い、1997年より10年間、 毎年調査をし続けた結果では、海水が5から50ベクレル L であったのに対し、ヒラメは4000から5万ベクレルキログラム、2枚貝以外は2000から4万ベクレルキログラムの濃縮が認められ、濃縮率の平均値は、それぞれ3000倍と2300倍であった。一方で、トリチウム水で育てた海藻を2枚貝以外へ与えた実験では、投与量に比例して、 トリチウムが蓄積し続けることが確認されている。液体上の低レベル放射性廃棄物の海洋放出の安全性については、主に再処理施設に関してだが、次の答申がある。一般的な原子力発電所では、年間約1.0から2.010ベクレル、1から2兆ベクレルほどトリチウム水を海洋に放出している、表参照。しかし、 福島第一原発事故では、福島県浜通り地方を中心に、周辺地域の水産業が深刻な風評被害を受けている。地下水などに混入した各種の放射性各種の、内トリチウムは分離できない、汚染水の太平への海洋放出などによる削減は、世論の批判、反対が強いため行われておらず、原発敷地内に保管している。一方で水からトリチウムを分離する技術も、 研究されている。近畿大学工学部、広島県東広島市は、水を微細な穴を持つアルミニウム製フィルターに通す、ことで、トリチウム水を分離する装置を、東洋アルミニウムなどと共同開発したと2018年6月に発表した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。